さて、本日は見返りなしでとか無条件でとか下心なしにというような英語のフレーズについてご紹介します。No strings attached.No strings attached.No strings 糸ですね。attached.attached と Att、ひっついている。 紐付きじゃなないいのよよ。っていう意味なんですよ誰かに好意で何かして差し上げるときんかにですね too good to be true 本当にそれが現実だったとしたらできすぎたことだみたいな意味なんですけれども割に合わないいいことを誰かからしてもらったりですとかこれは何か裏があるんじゃないかっていうときにです、ね、自分から言うこともできますし相手が言うこともだから自分が何かして差し上げたときにノー、no、strings attached いはないよみたいな意味合いもありますけれども何かこのことをしてあげるもしくはしてもらうことによってこっちが何か見返りに何かしてほしいわけじゃないのよ見返り全然いらないからねっていうような意味でですね No strings attached 糸な後ろで糸引っ張ってるわけじゃないからねという表現を使うんですでこれがですねちょっとかわいいので本日はこの発音で遊んでみようかなと思います No strings attached まあ意味としてはね、何々がない。n o s t r i n g s 糸 a t t a c h e d a t t a c h ってアタッチメントとかって言ってね、なんか工具とかこう結構部品みたいなのでアタッチメントとかっていうのもありますけど、中にひっつけるっていう意味なんですね。だから、糸なんてくっついてないからね、下心なんてないからね、見返りなんて全然いらないからね、というような意味合いになっています。うん、no は、No って伸びるんじゃなくてちっちゃい「う」を入れたいんです。No. ノー、no、とかドントとかってね、ただ棒で伸びるんじゃなくてノー、no、とかドンってちょっと入るっていうのも結構こうポイントなんですけれども、ただですね、本日のメインイベントはストリングスアタッチドのあたりかなと思いまして、しかもストリングスアタッチドの strings attached、テアのあたりかなというふうに思いますので、ちょっとですね、発音の分解をしていきたいと思います。Attached、Attached。 上あごにベロをちょっとふんわりさせて真ん中がちょっとねこうへこむぐらい真ん中がくぼむぐらいの感じでベロをリラックスさせていただいて上あごをさぎでこっからパシパシとこう息を跳ね飛ばしていくような感じで「T」も「T」も「T」もですね全部ここから息を飛ばす感じになっております。で 頭のアタッチドの「ノの音と「ェの「t」の音と「ち」一番最後の,あの ED の音ですね ED の過去形の ED の音は両方とも「t」の音なので「a t t とにかくここから玉みたいなものをうもうぶどうの季節もそろそろ終わろうとしてますけど柿のたああの おやつの方の方おつまみの方の柿の種をぴょって飛ばしていただくぐらいの感じですかね。<noise> っていう風にですねちょっとここからなんか玉飛ばしていただく形にするのが「た」と「と」の間なんですけど「ち」もね実は CH の音ってやつなんですけど「ち」CH の音って「ち」計算式として「ち」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 「てち」「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  シャッシュショとタが合体している状態なんですよ。<laughs> チャってまあ普通にね、えーとか、日本語でチャって言ったら、えー、とタッチッ、アタッチッ、チの音だと思って言っていただくと、大体うまくいくっちゃいくんですけれども、日本語のチの音よりもですね、だいぶ唇がすぼまります。今週は上唇を寄せましょうという話をよくしてますけれども、だいぶ唇すぼめていただいて、 唇すぼめた状態で、さっきと同じようにですね。こっからちょっと空気を出します。息の出方がね。ちょっと違うんですけど、でどれぐらいどういう風うに息の息が出る場所がすで、息の出る場所が違うかっていうと、t の方がこの開き口が丸っぽい感じです。 だからストローみたいな,なんかこういう丸い開き口のものを出していくこういう丸いものをこうベロから出すぞっていうのが「T」の音です。で「チ」チチの音って言った時って「CH」の音って言った時ってここが丸じゃなくてちょっと楕円形こういうこういう感じです何でしょう。平べったい何かを出していくっていうイメージでやると一番「CH」きれいに出るんですけれども「チ」。 だから、ベロと上あごの隙間が丸くなってると T の音です。テッテッかかの話してるんですけどね。かかでこれを狭くしてこん,こんな感じこんな感じに平べったくなんかリボンみたいな状態きしめんみたいな状態でですね、音を出そうとすると CH の音が出ます。ちょっと唇もすぼめて。 ちょっとたくさん息を吸っていただいて発音するぐらいの方が英語の音って。 息を吸えば吸うほどシ音ンが聞こえやすくなるので、たくさん空気が入った状態で声が出るほど伝わりやすさがよくなるので、別に att ach, attached のところだけではなく、ずっとたくさん息を吸っていただいて、たくさん息を吐いていただきたいんですけども、ちょっと何回か言ってみましょうか。No strings attached.No strings attached.No strings attached. はい。 ちょっとメロディーみたいです。No strings attached. ほい。だから日本語で No strings attached って、No strings attached って言って、13音だと思って言ってると、なかなか通じないところも No strings attached. 4音になっちゃうんですよね英語だとあの,英語の音の数え方っていうのをするとですね私たちが13文字で綴る13個母音があるものだと思ってるものが No strings attached たったの四音になってしまうというミラクルが起きたりなんかしてしかもこの母音の音が日本語と英語で全然数が違うよっていうフレーズに限ってなかなか伝わらなかったりするのでですねちょっと attached の発音も含めて遊んでみていただければ良いのではないかなと思いますのでぜひぜひ言ってみてくださいねご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いします